サーの方々はやっぱり理想の男性はスポーツ選手じゃないんじゃないかっていう綺麗な顔を拝みたいです本日は、ここ逗子ですね。はい。で、逗子よりあのお仕事で最近ご一緒してちょうど最近ご一緒した今井さんと、年末ご一緒した高木さんと、はい、実は2回ほどリモートでラジオでご一緒してる高木さんと、せっかくなんで、乾杯もしつつ、僕がやってるこのピザ屋さんで美味しいご飯とお酒を飲もうという回でございます。やったー、お願いします。はい、最近の女子の事情もいろいろ聞いて、女子の事情も俺が言うとわかりますけど、はい、普段は、ブルーミーチャンネル、普段はというかブルーミーチャンネルって YouTube やってますよね。はい、3人でブルーミーチャンネルをやっております。高木ゆりなです。はい、そして今井美和です。はい、そして田崎さくらです。よろしくお願いします。3人でブルーミーチャンネルなんですか。はい、そうです。そうっすよね。僕別々でお会いしてるんで。そうです、別のお仕事で。そうですよね。なのでね。そうなんです。多分さ一番最初それこそさくらちゃんがそうです、ね、リモートで。それ結構前ですよね。結構前ですよね。多分夏頃だったかな、去年の。はい、去年の。で私が年末にクリさんと一緒にカウントダウンの。年越しましたよ、ね、年越しもやらせていただいて一緒に初めて家族以外と年を越したそうありがとうございました。本当に貴重な、本当にありがとうございます。いましたもんね。あ、そうそう、この3匹も一緒に。そうですよね。そうです、そうです。あの人私はつい最近ですよね、本当に数週間前に初めてお会いして、映画の撮影で。そうですよね。お世話になりました。珍しいですよね。全然違う仕事で、しかも流れとかじゃなく、確かに。すごい。それぞれ。はい、乾杯。そう。しかもね、その今日は、あ、ごめん、今日はそのいろいろお仕事でご一緒しててバラバラなんだけど、最終的に一つの一緒の仕事でご一緒するっていうことも含めて、はい、後で話していきたいと思います。はい。今日そのバッグの中身っていうのも一つお題で出されてまして、はい、あのちょっとはいなんかトーンって聞いてないこと、それはそれはマジにカバンがどういいかなってもうちょっと見させていただけたらなと、はい、なるほど、思いつつ僕普段カバン持たないんですよ。そうなんですか。全然あの車で移動してることがほとんどなんで、だいたいもうポケットに入るものと、うん、カバン、あとはもう車の中に、うん、ピザが来た。美味しそう、美味しそう。シナモン、シナモン、大好き、シナモン。いや、もう、マリゲリータ。ありがとうございます。いただきます。美味しそう。生地が、結構ピリ辛。うん、うん、美味しい。これ、めちゃくちゃ美味しいです。めちゃくちゃ美味しいです。そのキャスターの方々はやっぱり理想の男性はそれスポーツ選手じゃないんじゃないかっていう、そんな、どうですか、田崎さん。私はもうスポーツ選手とかそういうの全くその肩書きとかでは多分それはタイプとかに全く入ってこないですね。じゃあ分かった、田崎さんに質問です、はい、結婚するなら、はい、芸人さんかスポーツ選手どっちがいいですか。難しい、難しい、究極の選択、芸人さんかスポーツ選手か、結構分かれるよね。はい、分かりました。はい、芸人さんです。おお、ちょっと思った。なんで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 。やっぱりスポーツ選手の奥さんってなると体調管理を、確かに、でもしなきゃいけないので、芸人だってコンディション管理あるかもしれない。特にメンタル、特にメンタル。メンタルケアも任せていただいて、あの、じゃあ料理がまだそんなできないので、なるほどね。そんな彼に、彼の体がも資本、もう、そんな私の料理でスポーツできないと思うんで。今井さんどうですか。結婚するなら芸人さんか、うん、芸人さんか、はい、俳優さんか、増えた。うわ、結構究極ですね。芸人さん、俳優さん、スポーツ選手。選手でも俳優さんかな。
顔を拝みたいです。なるほど。じゃあ最後高木さん。はい。芸人さんか若手経営者かアナウンサー。若手経営者。おお。早い。芸人さんは。芸人さんは多分。逆にそのギャップにやられあのなんかこの人よくわかんないってなっちゃいそう。なんか表出てる時はあんなに明るいのに裏で暗いのなんかこっちがそのギャップに疲れちゃいそうってなるとやっぱ若手経営者の方。なるほどね。なんかこう応援して一緒にこうなんか頑張っていけたらなみたいな。なるほどね。お互い違う路線でみたいな。そう。ちょっと今日の話はなんか参考になりそうであんまりならないんですけど。あれ、まあ、夢の話で。夢の話ですよ、ね。逆の質問いいですか、クレイさんに。いいですよ、いいですよ。その、はい、結婚するなら的なやつで。あ、結婚するならね。結婚願望はありますか？最近ある。最近そのコロナ禍になって、うん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 、もう本当に仕事大好きなんだよね。うんうんうん、多分矢口さんはこれ撮ってる人も分かってると思うけど。うんうん、本当に仕事 99% だよ、うんうん、じゃあそのまあなんだろう、その理解がある方っていうのは前提として、年上か年下だったらどっちがいいですか？年下。じゃあ年下、年下。じゃあそのじゃあ3人とも年下っていう体で、はい、じゃあ1人目は細かいな、ね、あの私たちみたいに設定細かいですよ。さあさあ3人にしましょう。まず女優さん、女優さん、年下の女優さん、年下の女優さん、はい、で2人目が一般年下の OL の企業で働いてる方。3つ目がミュージシャン、同業者、同業者ね。あ、じゃあ俺は、はい、もう自分の中でわりかしパキッとしてて、はい、相手の職業は全然関係なくて、え、あの尊敬できるスタンスを保ってくれれば別に何でもいい。あ、だから自分のやってる仕事にプライドを持ってくれてれば別に、構わないかな。一番かっこいい答えが出た。ありがとうございます。何択なんていらない何択なんて選んでた。何択ですか。いや俺やっと何週か回ってこの答えに行き着いた感じですけど、昔はなんかいろいろ細かかったです、多分条件が。例えばなんか俺が仕事しすぎてても文句言わないとか、あ、そうちゃんと料理してほしいなとか、うん、運動一緒にしてほしいなとか、うん、海外旅行一緒に行ってほしいなとか、原始感覚だったと思います。で何週か回ってもう今は全く、もう全然尊敬できれば別に、そうだいぶ掘り下げてきて時間も経ってるんで、ちょっとそろそろ締めに入りたいと思うんですけど、はい、カバーチェックをねしていただけたらと思うんですけど、なんか大したものは入ってないのですが、確かに何から見せていったらいいとかありますか、ね、まずそのカバーのブランドは、あ、これはプラダなんですけど、ヨーロッパ旅行に行った時にアウトレットで買ったので、うん、結構型はすごい古いんですけど半額になってて、かわいい、うん、でもなんかこう柔らかめの革で、そんな珍しいものは入ってないんですけど、普通に化粧ポーチ、化粧ポーチね、お財布と財ハンカチ、この辺は、この辺はポーチばっかですね、うん、ポーチがいっぱいあります。なんでそんなポーチ、そのポーチあれだな、電車の中でまとめてきたの、そのポーチの中にでもなんか A 型なので、あ、バッグの中ぐちゃぐちゃも嫌 でこういうなんだろう、フリスとかもそのまま入れるの嫌なんですよ。でも本当にいつもあとおかしい。これは確かに、でも整理してるっていうより普段からこれやってるやつですね。本当にそうなんですよ。アメはそのまま入れるの。でも確かにアメはそのまま、むしろこれ一番いつものやつに入れてそうなのに、 そうですね、それはそのままなんだ。だってフリスクの重要度が高くない、ね、あの今日買って帰りに食べようっていう。あ、そう。でもイソップに入れますよね。ちょっとあれがわかんないですね。A 型だけど、ここに入れてました。あ、ちっちゃいポケットね。そうです、今日食べるものはここで。なるほどね。そうなんです、ちょっとこだわりが。 A 型を叩く。 A 崎叩き。 A 崎叩き。 A 崎叩き。日焼け止め、はい、これはクッションファンデは大きいんでこのまま入れてます。あとはお財布、あとはエアポッツ、あ、エアポッツ、ハンカチ、ハンカチ、やっぱハンカチ持ってるんですね。あとはハンドクリーム、ハンドクリーム、これがポーチ、お揃いのポーチ。あ、一緒だね、お揃い。クレイさんのグミ好きですよね。俺でも好きです。そうですよね。撮影現場で食べてました。あとはミンティアと串です。はい、あ、飾
髪をこう解く櫛です。じゃあ最後、あ最後高木さん、 AB 型の高木さん、 AB 型の高木さんは夏仕様のバッグでございます、はい、これはいいですね、このね、そうなんかちょっと夏っぽい感じのカゴのバッグ、ハンカチ、はい、除菌シート、除菌シート、これが、化粧ポーチですね、私ドラえもんのポーチを使ってます。で私あとなんか最近その7月のカラーズのイベントに向けてダイエットしたくて、ダイエットの勉強したいなと思ってダイエット検定の本を買いました。でイヤホンですね。で筆箱、ずっとペンをそのまま入れてたんですけど、お二人がなんかペンをそのまま入れるなんてありえないって言われたので筆箱をようやく購入しました。で、これがお財布ですね、もう、カードほぼカードでちょっとだけお札が入っててっていう感じで、最近もうこれだけを持ち歩いてます。どんどんお財布とバッグが女の子ちっちゃくなってるんですよ。でヘアクリップとあとは家の鍵ですね。これはさっきつけてたマスク、ユニクロの新しいマスク、めちゃエアリズム心地よくておすすめです。こんなもんですかね。さあということで今日は、はい、バババッと最後巻きになっちゃいましたけど、巻きになるってことぐらい話題がいろいろあったということで、ね、うんうんはい、また次回ちょっとねお会いできるかな、はい、7月、はい、うん、7月もそうだし、今井さんまた今度会いますよね。あれ、まだ聞いてないんです。あれ今井さんいないんだっけ、試写会。あーそれですね、います。あーいますよね、いますよね、ですよね。じゃあ近々またお会いします、また、はい、ということで以上ブルーミーチャンネルより、田崎さんと今井さんと田崎さんでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。